皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、カヤックの偽装をしようと思います。で、このですね、カヤックにこのロッドを差し込める、パーツになるんですけど、これをつけるために穴を開けたり、カヤックにね、あとはこういったものがあるんですけど、予備パドルをカヤックの前方の方にバンジーコードで、ゴムで固定するようなパーツになるんですけど、こういうのをつけたりしたいと思います。であとはね、魚探を取り付けたんですけど、そのバッテリーを中の方に、カヤックの中の方に固定するため の、 そのボックスを作ったりとか、そういうちょっとした偽装なんですけど、何箇所かやっていこうかなと思います。はい、じゃそれでは始めます。はい、私は何にもわかんないからね。これはここにこんな感じでさ、1,2,3 ってつけて、これはこれで単独で置いとこうかなって思うのよね。あっち側も同じようにこう1,2,3、で、ゴムがこう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 っていう感じ。なんでそれをしないといけないの？ここにパドルだったり、なんけシーアンカーとか、もし買った場合なんかはさ、その飛ぶようなものなんかをここに差し込んで固定できるわね。そういう時よ。そうなんだ。でパドルもやっぱりプラプラしてたら危ないから、中に入れるっていう手もあるんだけど、そのパドルを取るような場合っておそらく多分海の状況って良くないと思うわけ。だからここ開けて中にさ、もう海水が入ったら怖いから、だからなるべく開けないでその強固に固定したい、これはバッテリーを入れようと思っている箱なんですけど、のための、バンジーコードゴムを取り付けるためのものですね。アーリーエクスプレスでいくらだったか、送料込みで300円ちょっとぐらいだったかな。激安なんですよね、日本で買うよりは。ステンレス、それ多分ステンだと思う。多分ね、多分磁石にくっつくかどうか確認すれば分かるんだけど、こんぐらいで。まずは下穴を開けます。はい、で今回これは M5-25 ステンレス、で、うちの買ったこれはジャストサイズになります。カヤックの裏にはホームセンターの水道コーナーにステンレスのこういう留め金具があるんですけど、これをね、カヤックの裏の方にこういうふうに固定して、これでネジを締め込みます。でここにほらこんな感じで、カヤックの中の方にこのカラビナをつけて、中でいろいろ引っ張ることができるように、固定できるようにしようと思ってます。でこのカラビナは100均ですね、ダイソー。怖そう。いいよ。一回背中をね、ドンって押してあげるといいんだって。いくよ。一瞬。で、鉄鋼ドリルの 5mm ですね。これで M5 がちょっときついかもな。ちょうどじゃん。本当だ。で、測ったかのように。そして今回も、防水テープで処理をしようかな。
で、これを穴に合わせて、うん、こんな感じでペタッと。ワッシャーはでかいのを敷いて、でかいのを入れて、こいつを入れて、こいつを入れようかな。裏の部分ですか。うん、中から。うん。けがね。うん。やっちゃうんだろうね、この防水テープと。コーキング。うん。コーキングでもいいんじゃないの、うん、コーキングでもいいんじゃないかな、ね、うん、こういう風になるもんね、リコが出てくるもんね、うんうん、防水テープだと、まあでもこれだとコーキングとも同じ役割があるからさ、うん、だったらコーキングでいいんじゃないの、いいのかな、その横から出るのが気になるんだったら、コーキングべっちゃべっちゃになるからね、じゃあそっちでいいんじゃないの、なんだね悩みどころだよね、ああこれだね、ちょっと見にくいけど今カラビナが引っかかってる部分ですね、いい感じじゃない、うん、しっかり止まってんじゃない、うん、今こっちも3つとも防水テープをつけました、取り付けた、3つ取り付けたのがこんな感じ、中もこことこことこことね、今3つ取り付けました、中の方がの今自宅の中でやってるんですけど、あの最初で約束ちゃんとしてますから、ちょっと汚れが出るけどちゃんと掃除するからねって、ね、掃除するからねって言ったっけ、うん、掃除するからねって言って、汚れが出るからねって言った、うん、汚れが出るからね、掃除すればいいけって言ったからいいよって言ったの、うん、だったよね、え、人任せにしようとしてる、もうどうかも、今のこの感じはさ、うん、予定通り、想像通り、うん、予定通り、めっちゃ考えてたもんね、うん、本当は、うん、このパーツも、うん、このパーツで、うん、カラビナを止めたこのパーツ、うん、はこれじゃなかったんですよ、うん、本当はアイナと、今これアイボルトなんですけど、うん、これのナットバージョンがあるんですよね、うん、M5 のアイナットを探したんですけど、うん、それがなくて、まあ安く抑えようということで結果的に探したのがこれだったんですよね、うん、まあこれでよかったかも、うん、安いし結果的には、うん、でこっちはあの箱の方に取り付けようと思ってるんですよ、うん、でさっきのカラビナとここをもう結んで、うん、箱をもう宙に浮かせる感じ、はいはいはい、そこにつけるとズルズルズルってなるから、うん、ああそうなんだ、そうそう、箱だからもう今のこのカラビナでぶら下げるの、このふわふわ、ハンモックみたいに、でそれでずれないの、ずれない、こっちにもだって全部カラビナがあるから、でそのためにちょっとちっちゃいけどこのゴム用のネットを買ってるんですよね、うん、バスケットネットってあの自転車の前かごにさ、うん、かぶせるネットがダイソーに売ってたんですけど、はいはい、これをまあ置いてみて一旦この箱を置いてみようかなと思って、へえー、そうなんだ、うん、これはあのカラビナに結びつけてね、うんうんうん、まあ、まだ試しみないと分かんないけど、ああ、やりにくい。
こうあるから、これじゃきつすぎるかな。え、でもちょっときつい方がいいんじゃないの。でもあまりにもきついとあれか、上にきすぎるか、そうそうそう、ものが、うん、まあいい感じにはなったけど、どう、うん、まあ、でもいいんじゃない、丸くもないかな、うん、あ、それなりには固定されるね、安定してるよ。これを横にこうつけて、うん、でこことこのカラビナも結ぼうと思ってた。ああ、その必要なくな。まあね、うん、なんかダイソーすぐ切れるもんね。まあこれ魚探つけたんですけど、うん、魚探の開封はですね、サブチャンネルの方でやるわけなんですよ、うん、つかやってる途中なんですけど、うん、まだ一旦じゃ あの魚探のこと調べますねで、うん、今止めてるの、うんうんうん、でもすでについちゃってるんだけど、うん、まあいろいろ調べ終わって、うん、一旦もう仮でつけてみました、はい、で線の引き込みをしないといけないんですけど、うん、線の引き込みはね、ここにですね、あの穴を開けて、うん、中の方に線を入れようと思ってます、うん、でその時にあの何だっけ、防水キャップコンだったかな、うん、こういう配線用の、配線が、まあ、あるじゃん、うん、これなんですけど、うん、パイ6の配線を、これがまあここに穴を開けるわけでしょ、うん、で材料がね、なんて言えばいいのかな、こうこの穴を開けたところを両サイドから締め込むの、うんうん、締め込んで、うんうんうん、そこをどんどんこう狭くしていって、うん、線を挟み込んで、うん、そのきっちりも防水できるっていうものがあるんですよ、うん、でそれをハウスメーカーじゃなかった、それをホームセンターであちこち探したんですけど、今日2時間ぐらい探したかな、うん、どこもなくて、で、まあ、個人の電気屋さんに言っても在庫はないですみたいな感じで、うん、まあ、結局 Amazon でね、もう頼んだんですけど、うん、まあ、だからここにあの21ミリぐらいのちょっと大きめの穴を開けて、うん、そこにあの配線をしようと思います、はい、で電源 あの配線をこの中からここに立ち上げて、うん、ここにつなげるような感じですね。うん、だからもうここから直でもここに落とす。ああ、そうなんだ、うん、そのためのね、そうで、ここの高いところに開けると、うん、あの水がかかった時も水が落ちるじゃん、うん、だからまあ入りにくいのよね、はいはい、この低いところとかに開けるよりは、うん、まあ、こういう側面なんかでもいいんでしょうけど、まあ、ちょっとその防水キャップコンってやつが若干高さがあるから、うん、まあ、ここら辺がいいんじゃないかなということで、ちょっとここにやってみようと思います。これはあのマキタの充電器、うん、で動く用のアダプターなんですよ、うん、でこれの紹介もサブチャンネルの方であのやってますんで、この動画が上がるのが先かサブチャンネルが先かちょっと分かんないですけど、うん、一応サブチャンネルの方に上げます、はい、これはね、うん、で、マキタのバッテリーに入れて、でこれを、まあ、そのここからこうやって魚探に挿すことで魚探が動きます、うん、だからマキタバッテリーでいいから結構いいでしょう、うん、でこれここに何か穴開けるの、これ通す用の、そうだからここに開けるか上に開けるかちょっと迷ってんだよね。あ、なんか上がいいんだな、あの防水キャップコンってやつを3つ頼んだじゃん、うん、だからここの上の方に開けようかなと思ったり、はいはい、そういうことか、そうそう、え、あと1個は、あと1個は予備に、あ、予備ね、うん、別な何かあるかもしれないから、うん、厚手の隙間テープ、うん、で先ほどのこの厚手の隙間テープをここの縁に貼ってこんな感じですね、うん、防水をパッキンとして、まあ、これで全然いいでしょう、うん、出して、うん、ここを通して、うん、中にこう上げるみたいな感じで、で動くんだね、うん、そう、これがね、この 5mm のバンジーコードを買ってきたんですけど、うん、これはここで結ばないといけない、
よいしょ。どうでしょう。蝶々結びましょう。とりあえずにしよう。うん、これよ。おお、予備パドルを。うん。がっちり止まるでしょう。でもすごい荷物が増えるんだね。増えるよね。うん、今でも、ま、キャンプと一緒にしたりするからさ、うん、結構荷物多いんだよね。大荷物だよね。ね。で、火薬が、火薬も含めれば軽トラ1台埋まるもんね。うん、めちゃめちゃ安定する。ああ、本当だね。うん。一旦ちょっとここの真ん中ら辺に穴を開けて、うん、中の様子を見ようかな。ちょっとこう覗いて、うん、この下が長いからさ、うん、結局こうつくわけ。うんうん。この斜めの部分がここの下にもし発泡スチロールかなんか入ってたらもう当たるじゃん、うん、まあ、だからこれが本当に入るかどうか一回もう穴開けて見るしかない。一か八かじゃん。うん。でこれのサイズもね、あのサブの方で紹介してます。これはだからこれがスポンジが入ってるからもういいかな。ここだけあのコーキングをつけてもうビスで揉めば、うんただ要はその穴を開けないといけないから、うん、まあ、やっぱこれがもうこういう感じ、うん、こうそこに竿を入れるってこと。そう、竿が斜めにこう立つ。よいしょ、ちょっと穴開けてみます。全然見えない。やっちゃおう。多分ないはずなの。もともとここはね、あの穴を開けてもいいようになってんの、こことここは、うん、行きましょう。はい、いい、うん、綺麗に開いたね。ちょっと気持ちが良さわってん。本当だ。本当だね。なんかちょっと可愛いよね。うん、ちょっと可愛らしい。Z 層の木工ベッカーってやつ。本当多分木工なんだけどね。うん。
これ結構ある研磨力が。こんな感じだったらどう？いいんじゃないっけ？うん、ね、15ミリ、20ミリぐらいかな、深さぐらいのビスですね。眠たいの、うん、死んでるよ。早くして、うん、一回やめようか。じゃあもう危ねえっていうか、この線ちょっと当たるんじゃね。ほら、うん、ここにラダー用の線が来てる。もうこれで、あ、横にやればできない子じゃない。これを置いて、あ、まあいいかもね。シーというのはこれもうちょっと中だな。念のためビスのとこにも入れます。M6 のアイボルトを入れるために6パイ切りで穴を開けます。この、魚探の振動子なんですけど、これスコットのトランデューサーマウントのパーツがこれなんですよ。でこれがここにこうつくんですよね。つくんですよ、こういう風にね、うん、でここがね、固定の仕方がちょっと微妙だったんですけど、今回ですねこれが、ステンのボルト、これね、うん、M5 のボルトで M5 のナットで、ここに 10mm のカラーを挟みました、うん、であとステンのワッシャーがここに1枚だけだな、内側は。だから 10mm のカラーとM5 用のワッシャーをかまして、ここの内側はちょうどでした。で両側はここにワッシャーが1枚、あ、ここ2枚かましてあるね、こっちもワッシャーが1枚っていう感じで綺麗に挟めてます。ここの長さが足りなくてさ、うん、ここだけ挟み込んでたの。今これだけ挟み込んでたんだけど、今ここを殻を入れることによって両方挟み込めてるわけよ、こことここと。まあ、このカラーがミソ、10ミリのカラーがミソ、うん、だからもし、うん、このタイプの魚探、まあ、ストライカープラス4、ガーミンのストライカープラス4の振動子なんですけど、番手は書いてないんだね。まあ形を見れば分かるはず、これよく見るやつだから。っていうのはここの殻を入れた方が、まあ、綺麗に挟み込むことができますっていうことです。振動子って何って感じだよね。でこれを海に出たら
これを下げるの、こうやってビーンって下げてこれをパチャンって海の中に入れるの。ああ、え、これを海の中にポチャンって入れるの、うん、でこれからあの電波が出て魚が、うん、いるかどうか調べてくれる。へえ。っていう振動子、カラビナで、余ってたちょっとカラビナがあったんで一応取れるようにしました、うん、でもいちいちこう取るのはめんどくさいからここに金具をつけてここを取って蓋を開けれるようにしました。こうね、あー本当だ、うん、こういうふうに、うんうん、考えてるね多分、まあ、みんなこういうふうにしてる。あ、そうなんだ、うん、でも締めるときはここをこういうふうにしたらまあ早いんじゃないかなっていう、ここにパドルを置きます、はい、っていう感じですね、はい、とりあえずちょっとこれで様子を見ます、うん、behind you, and now